ローザ、ディール・イーズ・マコーリー・パークスは、アメリカ合衆国の公民権運動活動家。1955年に、アラバマ州モンゴメリーで、公営バスの運転手の命令に背いて白人に席を譲るのを拒み、人種分離法違反の容疑で逮捕されて著名となる。これを契機にモンゴメリーバスボイコット事件が勃発。アフリカ系アメリカ人による公民権運動の同化戦となったことで、ローザは、 米国史における文化的象徴とみなされ、米国連邦議会から公民権運動の母と呼ばれた。人権擁護運動の共有財産として、その行動は国際的に高く評価されている。ローザルイーズ・マコーリーはアラバマ州タスキー儀で、アフリカ系アメリカ人で大工の父、ジェームズ・マコーリーと教師の母レオーナの間に生まれた。両親はほどなくして離婚。 農業を営む母と母方の祖父母の下で、弟シルベスターと共に育ち、修正所属することになる、アフリカンメソジストエピスコパル教会員になる。母レオーナは11歳になるまでローザに教育を施したが、1924年に、州都モンゴメリーの女子職業学校に入学させた。同学校が1年後に閉鎖されたため、他の中学やアラバマ州立黒人市販大学附属の、 実験学校で教育を受け、16歳で法制工場に就職する。1932年、黒人利用士のレーモンド・パークスと結婚。結婚後、夫の勧めで高校生家庭を修了している。レーモンドは全国有色人工場協会のメンバーであり、ローザも第二次世界大戦後に NAACP モンゴメリー支部書記を務めた。同職は専業ではなく、 収入を得るため何度も転職して様々な職業に就いている。1955年にはモンゴメリーフェア百貨店で裁縫の仕事をしていた。逮捕時に乗っていたバス、ヘンリー・フォード・ミュージアムに展示されている。逮捕時に乗っていたバスに乗るオバマ大統領、ローザが座っていた席は同列の反対側だった。当時、アラバマ州はじめアメリカ南部諸州には、 事務苦労法と呼ばれる人種分離法が施行され、あらゆる場所で黒人と白人は隔離されていた。公共交通機関のバスでも人種隔離が実施され、黒人席と白人席は制度上明確に分けられていた。1955年12月1日18時頃、当時42歳のローザは、百貨店での仕事を終えて帰宅するため、市営バスに乗車した。 白人専用の席はバスの前方にあり、その次の列から後方が黒人の席だったが、運転手は教会を後方に移動することができた。方にはなかったが、白人の座席が足りない時は教会を移動して黒人を立たせるのが習慣だった。ローザは黒人席の最前列に座っていたが、次第に乗車してくる白人が増え、立って乗車せざるを得ない白人も出てきた。このため、 運転手、ジェームズ・ブレイクは教会を一列ずらし、座っていた黒人4名に立つよう命じる。3名は席を開けたが、ローザは立たなかった。ブレイクが、ローザのところにやってきて、なぜ立たないのかと質問し席を譲るよう求めたが、ローザは、立つ必要は感じませんと答えて、規律を拒否した。1987年に放送されたテレビ番組で、ローザは、 着席したままだった私に気づいたブレイクがなぜ立たないかと尋ね立ちませんと答えました。するとブレイクはよろしい。立たないんなら警察を呼んで逮捕させるぞと言ったので私はどうぞそうなさいと答えたんですと実会している。1992年に出版されたマイストーリーにおいてもローザは疲れていたから立たなかったのではとの指摘を 普段と比べて疲れていなかったと否定し、年寄りだったから立たなかった若者に対する差別だったのでは、との批判に対しても、まだ42歳で若かったと反論。屈服させられることに我慢できなかったから席を立たなかったのであり、単なるエゴではなく人間としての誇りを侵害されたため席を立たなかったのだと述0している。乗り合わせた乗客の証言によれば、ローザは終始静かで、 威厳に満ちた毅然たる態度を貫いたとされる。ブレイクは警察に通報し、ローザは、市条例違反で逮捕された。ローザは、どうして私が連行されるのかと質問したが、警官は、知るもんか。でも法は法だからな。お前は逮捕されたんだと返答した。警察署での逮捕手続きが終わると一旦は、市の拘置所に入れられたが、即日保釈され、やがて、 モンゴメリー市役所内の週刊医裁判所で罰金刑を宣告される。ローザ逮捕の知らせが伝わると、モンゴメリーのデクスター街、バプテスト教会で牧師に着任したばかりで、当時26歳だったマーティン・ルーサー・キング・ジュニアや、ラルフ・アバーナシー牧師らが抗議運動に立ち上がり、モンゴメリーのすべての黒人にバスボイコット運動を呼びかけた。以前にも黒人が同様に逮捕されていたが、 そこの悪いものが多く、運動としては盛り上がらなかった。ローザの場合は、まともな職業婦人であり、NAACP 初期でもあったため関係者が迅速に動いたとされる。当時貧しい黒人にとってバスは必須の交通機関であった。利用者の75%以上を占めていた。黒人たちがバスを利用せず、黒人の車に同乗したり、どこへ行くにも歩いたりしたため、バス路線を運営する。 モンゴメリー氏は経済的に大きな打撃を被った。ローザ側は市条例違反の判決に対し、バス車内の人種分離の条例は違憲であるとして構想。1956年11月、連邦最高裁判所は違憲判決を出し、公共交通機関における人種差別は禁止された。ボイコット運動は381日間続き、 最高裁の意見判決の翌日に収束した。キング牧師は、この運動の勝利を契機として、全米各地での公民権運動を指導し、非暴力直接行動と市民的不服従を掲げて1963年8月28日に、ワシントン大行進で25万人を集めた抗議集会を開催する。アメリカの黒人運動は最高潮に達し、1964年の 公民権法を成立につながった。この一連の運動に対応して、当時のジョン・カイ・ケネディ政権は次々と南部諸州における差別制度を禁止する立法を行った。また、ケネディ政権を継承したリンドン・ジョンソン政権は、偉大な社会の実現を唱え、積極的に黒人の社会的、経済的地位を向上させるためのアファーマティブ・アクション立法にまで進んでいる。 ローザに授与されたメダルローザもキング牧師の公民権運動に参加し著名な活動家となるが、地元には居づらくなり、1957年にデトロイト市に引っ越した。ローザはその後も様々な職業を転々としているが、やがて自分がアメリカ市場の人物として学校の教科書でも教えられていることに気づく。著名人として職業的な地位も向上し、 1965年から1988年にかけてミシガン州選出民主党会議員ジョン・コンヤーズのスタッフを務めた。なおこの間、1977年にオット・レーモンドがデトロイトで亡くなっている。1987年にはローザ・レーモンド・パークス事故開発教育センターを創設して青少年の人権教育に尽力した。1999年、 アメリカ連邦議会はローザに議会金メダルを贈った。これは最も偉大なアメリカ市民に贈られるメダルである。また、アラバマ州モンゴメリーにはローザ博物館も設立された。2005年10月24日、デトロイトの自宅にて老衰で死去する92歳ボーツ。デトロイトにあるローザパークス記念館死後、ローザの地元、デトロイトでは哀悼の意を表現し、 ローザを追悼するミュージシャンらのコンサートが相次いだ。U2 はローザの死の翌日ザパレス・オブ・オーバーアン・ヒルズ公園で追悼。1984年のヒット曲プライドと約束の地をローザに捧げ、ボノがパークスのおかげで米国は良い国になったが平等を目指すこの国の旅は今も続く。これからもグウェン・ステファニーも10月29日 流通と同じ会場で行った講演で、アルバム、ラブ、エンジェル、ミュージック、ベイビーから、ロングウェイト号をローザに捧げた。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領は、バス起立拒否50周年記念日にあたる2005年12月1日、公民権運動記念として、ローザの彫像を連邦議会議事堂内の国民彫像ホールに設置する法律に署名し、2013年2月27日、 ホールに彫像が設置された。2016年2月、ローザに関する7500点の試行、2500枚の写真からなるコレクションがオンラインで公開された。日本の一部の英語教科書にも、ローザの公民権運動についての記述がある。ありがとうございます。